皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2023年10月末、ベーシストのヒースさんが描写した XJAPAN。ヒースさんは同8月20日、ドラマー、y o のディナーショー、イブニング、ブレックファストウィズ・よしき2 0 2 3 in 東京ジャパン世界一豪華なディナーショーの最終日に特別ゲストとして登場したばかりだったこともあり、 ファンのショックは大きかったまたこの訃報をきっかけに XJAPAN の現状が注目されることに同バンドは2018年9月のライブを最後に活動休止状態となっているがその原因は YOSHIKI とボーカル都市の不仲にあると噂されているようだ幼稚園のスミレ r e 組で出会いその後 日本を代表するロックスターとして活躍してきた2人に一体何が起きているのか近年の出来事を時系列にまとめる、米ロサンゼルスで行われたアニメイベントで、テレビアニメ、進撃の巨人シーズン3、NHK のオープニングテーマが YOSHIKI と HYDE のコラボ曲、レッドスワンであることが発表され、これをどう10日に日本メディアが一斉に報じた。 しかし、都市が参加していないにもかかわらず、X ジャパンフィーチャリング、ハイド、名に出会ったため、ファンが猛反発。さらに、YOSHIKI が同12日、トシのいない4人のレコーディング風景を SNS に投稿し、批判が過熱。ファンの声を受け、都市が、ニコ生、で、X ジャパンのことは、最終的には YOSHIKI が決める。 ハイドさんはヨシキが選んだといった旨を説明この際正直な気持ちを言えば残念と心境を明かす場面もヨシキが「ニコ生」で会見を行いヨシキフィーチャリングハイド名義に変更すると発表ヨシキは都市に声をかけたがなかなか返事をもらえずその間にハイドと会って快諾してくれたとた 都市に原因があったかのように釈明した千葉県幕張メッセで XJAPANLIVE 日本公演2018くれないに染まった夜幕張メッセ 3Days を開催30日の公演は台風の影響で中止となるも無観客ライブが YOSHIKI の動画チャンネルなどで配信されたこれを最後にバンドは活動休止状態に XJAPAN ルナ・シー、グレーの過去のライブ映像を見ながらプレイできるスマホ用。音ゲー、アプリ、エクスタジービジュアルショック。現在はサービス終了。ニ X ジャパンからは YOSHIKI、パタ、ヒースが参加することが発表される。22年3月にリリースされたが、結局ゲーム内の取り下ろし動画に登場したのは YOSHIKI のみだった。YOSHIKI、ハイド、スギゾー みやびが記者会見を開き、新バンドザラストロックスターズを指導すると発表。一部 X ジャパンファンの間で、よっちゃん、もう X ジャパンをやる気ないのかな、と諦めムードが漂う。なお、22年は X ジャパン結成40周年に当たるが、特に活動はなし。1998年に急成した X ジャパンのギタリストヒデさんの誕生日に、 ヨシキが XJAPAN を投稿。X ジャパンは障害だらけだけど心配しなくていいよ。俺がシャープ・ヒデのいる天国に行くまでにはいろいろ実現させるよ。と意味深な文章を綴り、ファンを動揺させる。週刊新潮、新潮社が、XJAPAN、YOSHIKI と年不仲、で NHK 困惑の舞台裏、と題した記事を掲載。 密着ドキュメンタリー番組「プロフェッショナル仕事の流儀」の「YOSHIKI スペシャル」を同20日に放送する NHK が XJAPAN の過去映像の使用申請を都市に打診するも拒否されていたと報じた記事では都市側の弁護士も断ったことを認めていたが結局 XJAPAN の映像は放送で使われていた YOSHIKI が米ロサンゼルスのグラミーミュージアムで記者会見を開き、BoneToBeFree 以来、約8年ぶりとなる XJAPAN の新曲、エンジェルを配信リリースすると発表。YOSHIKI と都市が和解したのではないかと期待するファンが続出したが、一方でボーカルが都市ではない可能性が浮上したため、音源で誰が歌っているのか。 と予想合戦が繰り広げられることに都市が XJAPAN と距離を置いたいきさつを女性セブン小学館が報道それによると XJAPAN メンバーはそれぞれ YOSHIKI が統括する音楽出版社と契約しているもののギャラの未払いなどのトラブルが頻発したことから都市は17年を最後に契約更新していないとか加えてエンジェル リリースにあたって都市にオファーが来ていないことも報じた。YOSHIKI がザ・ミュージック・デイ、日本テレビ系に生出演し、エンジェルをピアノの弾き語りで披露。音痴だからという理由でメディアで一度も歌うことがなかった YOSHIKI だけにファンが騒然。同時にネット上では大型音楽番組でも都市は出たくないのかと落胆の声も飛び交った。 新曲「エンジェル」が配信リリースされ、ボーカルが都市であったためファンが安堵。ただ、何年も前にレコーディングした歌声である可能性が濃厚に、都市の美声に世界中から賛辞が集まったが、当の都市は新曲リリースに一切触れず、YOSHIKI のディナーショーの最終公演に、ヒースさんが特別ゲストとして出演。 YOSHIKI のピアノ演奏に合わせて XJAPAN のヒット曲「ラスティネール」を披露 YOSHIKI が SNS に SF での栄誉賞の授賞式キャンセルしてごめんなさい身内に不幸があり自分の判断で急遽日本に戻ってきましたとつづり自身の喪服姿を投稿10月下旬までにヒースさんが急性していたことが判明 一部メディアは、がんで闘病していたことを伝えている。ヒースさんの公式サイトで、XJAPAN のベーシストであるヒースが令和5年10月29日、大腸がんのため55歳で永眠いたしました。6月に病院での検査で大腸がんが発見され、闘病生活を送っておりましたが、10月に入り容態が急変し、入院先の病院で息を引き取りました。 発表されるタイミングについてはご遺族の意向に沿い葬儀後に皆様へのご報告を予定しておりましたが一部メディアでの報道により急遽予定から前倒す形でのお知らせとなりましたと説明 XJAPAN メンバーがそれぞれ追悼コメントを発表 XJAPAN の活動を望んでいたヒースさんに対し YOSHIKI は SNS で ヒースの望みを叶えられなかったのは全て自分の責任です。最後のお別れの場でヒースに謝りました自分がリーダーとしてヒースの願いを叶えることができなくてごめんなさいと投稿。フラッシュ公文社がヒースさんの旧姓を外部に漏らしたのは都市の周辺人物である可能性を報道。それは XJAPAN の活動が滞っているのは YOSHIKI のせいだと言いたい、人物だと伝える。ヒースさんを偲ぶお別れ会、ヒースお別れ会、喧嘩式ヒースフェアウェルフラワーオファリングセレモニーが都内で行われ、発起人である YOSHIKI が開催費用を全額負担。TATA や杉蔵のほか、バンド仲間約100人が集結したが、トシの姿はなく、 そこまでして YOSHIKI と顔を合わせたくないのかとショックを受けるファンが続出ヒースさんの別れ会に年だけ不参加だった理由について女性セブンが関係者の喧嘩式があったことやメンバーが集まることをトシさんだけ知らされていなかったと報道自分だけ参加していなかったことを知ったのは翌日の報道だったという 都市が喧嘩式に参加しなかった理由についてフラッシュがヒースさんの事務所スタッフが都市の事務所スタッフにメールで連絡したが返事をもらえなかったと報じ女性セブンの記事を真っ向否定した吉木が所属する音楽事務所ジャパンミュージックエージェンシー JMA が女性セブン を発行する小学館に対して1億1000万円の損害賠償の支払いと記事の削除、謝罪広告の掲載を求め、東京地方裁判所に訴訟を提起。第1回口頭弁論が東京地裁で開かれた。被告である小学館側は、原告の請求はいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める。 請求の原因に対する認否は追って認否する。被告の主張を追って主張する。とし、争う姿勢を示した。これまでに都市の洗脳騒動や秀の休止など、数々の困難を乗り越えてきた X。ジャパン、活動再開を望むファンは多いが、YOSHIKI の俺がシャープ秀のいる天国に行くまでにはいろいろ実現させるよという約束は果たされるのだろうか。 どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。